車の中から撮ってみるよ。ダイヤモンドヘッドを右に曲がります。目の前にはダイヤモンドヘッドが。緑いね。木曜日、もう日付の感覚がわからん。木曜日です。今日はね、ちょっと曇り、天気があまり良くないですね。だけどグッドフォー私たちだね。暑すぎるとね、散歩もできない。できるけど暑くて暑くてたまらないから、このくらいの曇り具合の方が散歩、歩いてね、散歩するにはちょうどいいかなと。さあ、アラモアナセンターのね、前あたりに着きました。今日はね、こちらでのお仕事です。でもね、やっぱりこれを持ったままお散歩するのが私ちょっと厳しい。まだ慣れない。どうしよう。人が多いから、ちょっと今日のアラモアナセンターはそのお散歩はやめようかな。このあとね、今日は夕方から、ヒルトンビレッジのね、近くにある場所でお仕事があるので、その時にもう一回散歩するので、そっちのにしようかな。というわけで、私はちょっとアンソロフォロジー言えないつも、そこのね、雑貨屋さんに向かいたいと思います。昨日のネイルはこんな感じです。最近ね、タータンチックがマイブームで、今回はブルーベース、ちょっとピンクがかったホワイトの交互付けと、こっちの右手は親指が白、こんな感じ。かわいい。このね、新しいシリーズが結構かわいい。 M で、カメラがこうか、ちょっと難しい、こうか、こうですね。定番もあるよ。本屋さんに来てます。これをね、ちょっといいもの見つけた。 BTS My Favorite Korean Group、日本語からの韓国語は売ってないので、もういっそのことなら英語からの韓国語。16ドルです。さあ、今ね、ちょっとお仕事が終わるまで私は散歩に出たんですけど、今日はね、で、この本に出会ったので、今日からこれで勉強します。なんだ、
夕方のお散歩です。今はイートンスクエアって言って、この右側のね、こっちの奥あたりはヒルトンビレッジなんですけど、そこからちょっと行ったところに日本のケーキのくるくるさんが入ってます。そこにいます。で、今日は今からここからちょっとお散歩にね、向かいたいと思います。今日はこんな感じです。スムーズでいいね、この自撮りと反対向き、すごくいい。そう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 、そう、昨日は今ね、韓国から年末ぐらいからさ来られてるファミリーがいて、いらっしゃって、その方とはね全然お知り合いではなかったんですけど、そう、ちょっとこう所属しているクラブチームから連絡がありまして、それでね、まあ、ご縁をいただいたんですけど、でね、その人、その子供がすごくそのね、スポーツが好きということで、お子さんの11歳だったかな、教えてたんですけど、もうね、めちゃくちゃマニアックなわけなんですよ。本当にね、大好きで大好きで大好きでたまらなくて、バケーション中ですよ、家族旅行だけど、それがしたいみたいな、スポーツしたいって言ってリサーチして、お母さんがねリサーチして、そのスポーツができる場所をね探してくれたみたいなんですね。そうそうそう、それで知らなかったけど、まあ、そこからクラブチームからねつなげてもらって、でね、初めのレッスンをね1週間ぐらい前にしたんですけど、もうなんかねすごくね相性が良くて、もうめちゃくちゃ気に入ってくれて、で昨日がね3回目のそうレッスンだったんですけど、その時にさ、あのいろいろね、なんかこれからも頑張ってねみたいな感じで、お下がりだけど洋服とかをあげたんですよ、スポーツティーのね。さ、めちゃくちゃ喜んでくれて、もう本当に頑張るみたいなさ、もう一生懸命頑張りますみたいな、もう本当にこんなにいい子供、いいというか、素直で素敵で真面目で努力家な子供を久しぶりに見たと思って、なんかね、私昨日それにすごく感動しました。だから私たち来月からね韓国行くんですけど、プサン、そう、韓国に来たらもう絶対に会いに行くしみたいな感じで言ってくれて、なんかねちょっとうるってきた。本当にこう人との縁を、なんか数をこなすっていうよりは、やっぱね一人一人をね大切にしていきたいなって私すごく思ったよ。大切ですよね。しかもその私は少年のさ、ね、家族旅行ハワイに来てもうやりたいっていう、そのスポーツをさやりたいって言った、そのなんか一言が本当にすごいなって思った。だからその子がさ結局はチャンスをつかんだわけじゃないですか、いろんなね縁をさ。で次韓国に行ったら、まあなんて言うんだろう、オリンピック選手とこう合わせる機会とか、合わせてあげれる機会っていうのもあれだけど、紹介できる機会とかもさできると思うからね、もうその子にとってはね、もう夢のようなさ時間じゃないですか。だからやっぱね、その子を見て思ったんですよ。何事もやっぱやりたいと思ったらやりたいって言うべきだし、その状況とか考えずにね、私自分の感覚を信じて進んでいった方が間違いなく素敵なねことも起こるしさ、なんか本当今回のそれでめちゃくちゃ考えさせられたっていうか、すごく勇気をもらいました。今はこんなお花を撮っています。
この目の前にあるのがコンベンションセンターですね。この大きいこちらです。さあ今日はね、このあと今2時間また違う場所でレッスンしてるんですけど、このあとねコスコに買い出しに行くって、コスコとホールフーズに買い出しに行くって言ってたので、今日はほどほどにこのお散歩をして、ちょっとねコスコとホールフーズは取れないかもしれないけど、コスコでもコスコ散歩でも取れたらなと思ってます。どうだろう、ピンクの色がすごくはっきり、これ見てかわいい、このお花の中にねもう一個、あ、映らない、こういう時はどうしたらいいんだろう、こう、やっぱさすがにこんなに近いと映らないんですかね、なんかモードがあるのかな。すっごいかわいいお花の中、これお花じゃない葉っぱかな、かわいい。今はじゃじゃーん、ちょっと位置関係がめっちゃ難しいですが、今は5時20分です。さあお疲れ様です。コスコに来ました。夜も綺麗、見て見て、めっちゃ綺麗くない？綺麗だよね、ほら見て、綺麗じゃない？夜綺麗だよね、うん。さあ今からピザ食べようか、はい、さあ何食べよう、ピザかな、決まりました、2スライスピザ、1チキンベイク、1ホットドッグね。結局もうホットドッグ食べちゃったけど、ホットドッグセットとスライスピザ2個とベイク、なんだっけ、チキンベイク、値段は安い 9.92 安いね。チーズのチーズピザの上にチーズかけるとめっちゃいっぱいやん。このチーズとかハラペーノじゃない、チリパウダーとかは窓口キャッシャーでもらえます。すごいね。だだーん、2個目、こっちはスライスじゃない、ペペロニ、めっちゃ辛くするやん。なんで？いいよ。本当に大きいよね。ピザの食べ方はこうちょっと折って、お皿も折って、はい、ありがとう。いただきます。さあ今日は何を買うのかな、うん、サンペレグリーノのね瓶をね買うのだけは決まってるけど、ミンチガーリック、どこだろう、そのハニー安い、これ、うん、このハニーも、このハニー安いよ今日、16ドル、何が？これハワイの、
オーガニックハニー。これもハワイだ。どれ？それハワイない、コスコだよこれ。気になる。でとお湯を足すとジンジャーティーができる。いいかも。今日はね、9ドルです。安い。買った。買い物終わってサンデー頼んだんですけど、チョコサンデー。もうめっちゃチョコの海やんこれ。やーば。これは2ドル49セントです。そういうわけで今日はこの辺で終わります。皆さんまた明日。バイバーイ。チョコの海。